所ぶりの対戦。日馬富士が大関に上がってからは初めての両者の対戦です。時天空も前頭2枚目まで上がってきて三役に返り咲くチャンスの場所です。肩振りになって上から押さえつけました。軍配は時天空です。下手振りから行きましたが、その後残っていたのかどうか、その後上から押さえつけるような形になりました。まあなんとも、珍しい形で決まりました。勝ったのは時天空です。立ち合い肩振りを見せるこの時天空ですが、秀永さんちょっと見てみましょうか。右足を飛ばします。当たってないんですね。当たってないんですけどね、はい、時たまやるというのはおそらく大関も分かっていたとは思うんですけどね、はい、まさか今日はやるとは思ってなかったんじゃないですかね。大関を破っての今場所初白星です。いかがですか。そうですね、一日も早く白星欲しかったので初日が良かったと思います。立ち合い桁繰りに行きましたが、あれは狙ってました。そうですね、まあ、いろいろ考えながらちょっと迷ったんですけど、はい、結果的に良かったと思います。名古屋場所からですね、2場所続けて勝ち越してまたこうやって上位との対戦圏に入ってきましたよね。今場所どんな場所にしたいですか。そうですね、やっぱ勝ち越し続けたいと思います。通算12回目の優勝を目指す九州場所白鵬です。まあ、もう一つ朝青龍が持つ年間最多勝の記録84勝という記録、これを更新できるかどうかも大きな焦点です。結び前の一番、踏み込んで白鵬を右を刺そうとしています。まだしかし横綱も十分な形ではありません。あっと ここで右が入りました。上錦は下手を引きました。まだ白鵬は回しが取れません。出ていくと上錦の下手が回ります。前回しが欲しい横綱白鵬です。一瞬の勝機、吸い時を置きましたが左からの押っつけでもう上錦の逃げ場をなくしました。白鵬3連勝です。まあ、今日もあの自分の体勢になりかけ、そしてなり完全にはなってはいませんが、それでも慎重に構えましたかね。そうですね、寄り切り、寄り切って白鵬の勝ち。3日目の結びの一番は横綱朝青龍と前頭筆頭の竹風。さあ制限時間いっぱいです。やっていきました。なんとか踏まれたい竹風、しかし横綱引きつけました。出た寄り切り、横綱朝青龍3連勝です。左で回しを取りました。一瞬正面土俵西寄り、横綱朝青龍がぐらっと来た瞬間がありましたが、勝ったのは朝青龍3連勝、白鵬朝青龍揃って3戦3勝です。